ひばりクラブをご覧の皆様こんにちは。また落語会の皆さんこんにちは。武田久美彦です。えー、今日はですね、なかなかこれは本当は大きな問題なんですけども、内容は柔らかいんですよね。どうして柔らかいかったら、朝どう起きるかとか、日光浴をどのくらいするかとか、お茶を飲んだらいいのかとか、お風呂は熱い方がいいか、ぬるい方がいいかとかですね。 そういうまあ病気でもなければ、まあ、健康でもないっていうかね、まあそういった問題なんですね。で、こういった問題は、本当は私たちの健康にすごく大きな影響あるんですけど、ほとんど研究がなされていないんですよ。研究はあることはあるんですけど、研究している人が少ないんですね。それはどうしてかって言いますと、例えば朝どうやって起きるかという研究もいっぱいあるんですね。 で、一番私がその中で、まあ立派だと思ったのはですね、いい論文だなと思ったのは、えー、東大の教養学部のね、先生で、どうもあの、大学に入って、しばらく経つとですね、学生がう鬱う、つになったり、憂鬱になったり、いろんなこう、病気を起こすんですね。で、それは何だろうかと。まあいうふうに疑問に思ってですね、それを大体6000人釣ってましたかね。 対象にいろんな生活の仕方とか、まあ食べ物とかですね、それから薬とか、元々の病気とか、そういうものをすごく調べたんですね。それで調べた結果ですね、ある傾向がつかめたんですね。それはその朝、まあ、男の学生が多いですからね、あの男の学生はもう朝起きて、ベッドの中に寝てて、そのままこう、例えばテレビをつけて、これ典型的な例ですよ。いろんなケースがあるわけです。 それで、ぐずぐずしてですね。そして、まあ、今日は大学行こうかな、とか言ってですね。それで、まあ、何にも運動せずに、ご飯も食べずにっていうのは、学生が下宿なんかだったら多いんですよね。それで、そういう学生に、その、イローゼになったり、うつになったりする学生が、5月病になったりする学生が多いということが、こう、調査として分かったわけですね。で、 そういう調査っていうのは結構あるんですよ。これはね、あの、学問としてはですね、そういう調査はあって、傾向がわかるでしょで、傾向がわかると、そのまま発表する人がいるんですよ。まあ、それが多いんですよね。そ今度は受け取り手もですね、学問的な訓練を受けてませんから、ああ、そうかと。やっぱり朝起きてね、テレビつけて、ベッドに寝たまま、まあ、何も食わずにね、ぼーっとしたあれで学校に行くと。 まあそういうのを続けてると、それは打つか、ノイロゼになるかな、知れないな、とか思うわけですね。それは傾向なんですよ。多くのものがその傾向だけなんですね。で、その、例えば、こういうものを食べたら良くないとか、もっとひどいのはそういう6000人とかいうグループじゃなくてですね、私はっていうのがあるんですよ。<laughs> 私はあれを食べると調子がいいとうん。それは別に構いません。全然もう、それはもう個人の体験として大変貴重なんだけど、 それは学問的に普遍的であるかどうか分かんないから人には言わない方がいいんですよね。人に言うときっていうのはやっぱりある程度根拠がなきゃいけないし、まして、あの、私なんかもちょっとね、この頃政治的なことに関係したらね、政治家でもむちゃくちゃな女性なんかに多いんですよ。あの、これを食べたらいいですよ。いやな、それ根拠を聞いたら何もないっていうね。ところがその先生はですね、次のステップにもちろん、 ちゃんとした先生ですから、次のステップもやってんですね。それではなぜ、朝起きてベッドの中で、ぼやぼやして、そのままぼーっとして出てったら、その変なことになるのかと、精神的な疾患が起こるのかということをですね、今度は、その人の体の変化を見るんですね。これはつまり、よくあの,あの、例えば添加物ってこういう添加物は悪いんじゃないか、いいんじゃないかっていうときですね、その添加物を一番ひどいのは、 噂だけ、噂だけで、あの例えばあ、無農薬なんかそうなんですけど、無農薬っていうのに僕疑問を持ってるのはですね、無農薬だからいいって最初から決めてかかってるっていうのがあるんですね。まあこれがまず第一にあります。それから、今度は無農薬のものを食べた人と、無農薬じゃないものを、農薬使ったものを食べた人の健康状態とか病気とかそういうのを調べた統計データがあると。それを自分が見てるっていうのが2番目なんですね。 で、3番目は、それじゃあその、もし農薬を使ったものを食べてる人が具合が悪い人が多いとなったらですね、その具合が悪いっていうのは農薬とどういう関係があるかっていう、今度は体の研究ですね。それをしてある。それから本当はですね、それでも大体いいんですけど、本当は第4番目。それでは今度は、えー、ボランティアを募ってですね、100人100人ぐらい揃えて、 片方は農薬の使った食べ物を食べる。片方は無農薬のあれを食べる。で、両方食べた結果を後に整理して、それが今までの傾向と一致するかっていう抑えの実験をしなきゃいけないんですよ。この4つをしたらですね、4つとか3つなんですけど、1つの最初はもう先入観だけだから。3つの実験したら初めてね、あることが明らかになるんです。 で、こういうことがやられてないものが多いんですよ。例えば、まあ、典型的に私が勉強した中では、えー、例えば遺伝子操作なんていうのはですね、操作作物なんて安全だって言ってますけど、安全だという証拠がないんですよ。証拠が。えー、最近もそういうのいっぱいあります。えー、これはどうかっていうんで、えー、例えば何とかっていうものを打った、注射打った人は、えー、この店に入らないでくださいというどっかの店が、 表示をしたらしいんですね。それは科学的根拠がないって書いてあるものがあるんですよ。なんか偉い人が書いてるんですよ。しかしそれはね、店に入っちゃいけないっていう方も科学的根拠はないし、店に入っていいっていう方も科学的根拠はないんですよね。ただ政府が入ってもいいと言ってるだけっていう、そういうのがあるので、ちょっと難しくなりましたけどね。で、この場合は、朝起きて、そのままぐずぐずベッドでしてテレビ見たりしながら、ぼーっとしながら学校に行くという人に、 精神的疾患が多いということが分かった後、この先生はですね、その理由をちゃんと調べてるんですね。で、どういうことを調べてるかっていうと、人間の細胞っていうのは朝起きた時に、どのように活動を開始するかっていうのを、細胞の電位だとかなんかいろいろ測ってですね、細胞が活性化していく過程をずっと調べてるんです。それを今度読むとですね、人間っていうのは、その人の論文ですよ。その人の、その先生の立派な論文ですと、 足の裏から起きるんですね。僕はそのことをこの論文で知ったんですよ。今から30年ぐらい前ですかね。い偉いな、いい論文だなと思いましたよ。そして足の裏の細胞から起きていくんですね。だから、人間は起きたら足の裏から細胞が起きるように刺激していかなきゃいけないんですよ。それは当然かもしれませんね。例えば、うさぎが、こう、うさぎの巣の中で起きたと朝。 したら活動し始めるときってのは頭から活動することはありませんよ。まずは足を動かして巣から出ていく。キョロキョロと見る。それで敵がいないかどうか見て、それで餌を探しに行くって、こういうプロセスでしょこれを6億年間やってきてるわけですから、人間もそういうふうになってるんですね。その論文ですですよ。足の裏からずーっと起きてくるから、まず足の裏を刺激しなきゃいけないんですよ。それを僕論文をね、読んでから、朝起きたら、 一人の時もね、まあ、家族がいたらまた違うんですけど、一人の時も、あの、起きて、必ず、雨戸を開けに行くんですよ。雨戸を開けて、で、まあ、朝日の浴びた方がいいっていうのは、いっぱい論文ありますから、朝日をちょっと浴びて、まあ、大体僕は20秒ぐらい、こう、ずっと立っててですね、それで大体こう、体っていうのは、瞬間はダメですからね、それでこう、浴びて、それから、 えー、昔はね、家族にお茶を沸かしてお茶あるなんつって飲んでた最近はお茶を自分で沸かして、これは何をやってるかって言ったら足の裏を刺激して、歩いて足の裏を刺激して、それで雨戸を開けたり飲んだりしながら光を浴びて、まず全身を少しずつ目覚めさせて、あとお茶を沸かすとかなんかしてですね、手とか足とか動かして、頭も少し動いてきますよね。それから、 まあ、今だったらテレビはもうほとんど見ませんから、ネットを見たりなんかするというような生活を自分でもしてみたんですね。その論文には細かく足の細胞の活性化する時間、どういう行動をしたらなるか、次足、それから腸、脳つってずーっと調べてるんですね。で、その論文に沿ってやってみました。で、自分の体で確かめてみました。それで現在では朝はやっぱり朝起きたら、 ベッドの上で少しぐズぐズしてるんですよ。僕は10分かぐらいぐズぐズしてるんですね。実際は。それで、やおら起きて、それでちょっときついところもあるんですけども。歩いて、必ずできるだけ歩いて、えー、家の中をぐるぐるって歩くときもあるんですね。足の裏刺激して。まあその先生はね、一緒にこう学会なんか出たことあるんですけども、朝ジョッキングしてましたよ。<laughs>